こんにちは、中田食品の下川と申します。今日は豆腐の燻製について説明いたします。十勝は大豆の産地でもあり、たくさん豆腐、大豆が取れるので豆腐を主に中田食品では作っておりますが、豆腐は賞味期限が短いので、なんとかこの豆腐を北海道の外に出せないかということで、豆腐を燻製にして賞味期限60日という形にしたのが豆腐くんです。豆腐くんは2006年に産学官連携ということで、帯広畜産大学さんと帯広にある十勝県食品加工技術センターさんの協力のもと開発して、産学官連携128社というのに選ばれて表彰されました。あと豆腐くんは北海道グッドデザインコンペティション特別賞を受賞してます。ただ豆腐くんはお土産として販売してたんですけれども、やっぱりその後の旅行の道だったりいろいろと用冷蔵だとネックがあるということで、こちら豆腐くんジャーキーということで常温で2ヶ月日持ちする商品を開発しました。第1弾の豆腐くんの時にお世話になった帯広畜産大学さんと食品加工技術センターさんにお世話になってます。豆腐くんジャーキーは発売して北海道のお土産新作コンクール2011の特別賞、これもいただいております。で今回その豆腐くんジャーキーの豆腐くんと豆腐くんジャーキー両方ともお土産なんですけれども、今度は皆さんが身近で食べていただけるように豆腐くんスティックというちょっと値段を抑えた商品を今回お持ちしました。主に醤油味なんですけれども、今後は味のバリエーションを増やしていきたいと考えてます。